G7 ・主要7カ国の外相会合が日本時間のきょう未明イギリスで開幕しました初日の夕食会では北朝鮮の完全な非核化に向けた目標を堅持することで一致しました北朝鮮によるすべての大量破壊兵器およびあらゆる射程の弾道ミサイルの CVID という目標を堅持すること安保理決議の完全な履行が不可欠であることで一致を見たところです アメリカのバイデン政権が見直し作業を完了した対北朝鮮政策について茂木外務大臣は日本の考えもアメリカ側にしっかりインプットしてきているとして支持と歓迎を表明しました拉致問題については早期解決についても改めて G7 の賛同を得たとしています今回の外相会合はおよそ2年ぶりに対面形式で開かれていて 4日からはインドやオーストラリアなどがゲスト参加しインド太平洋地域での連携強化を確認します。